ヨークタウン級航空母艦は、アメリカ海軍の航空母艦の艦級。第二次世界大戦前に3隻が建造され、そのうちの2隻は、日本海軍との戦いで戦没した。1930年代のアメリカ海軍においては、ワシントン海軍軍縮条約の制限下における、空母の建造を検討していた。大型空母歴シントン級の運用経験及び、 専用設計された小型空母、レンジャーの設計経験、条約による排水量制限から最大トン数2万5000トンの新型空母ヨークタウン級2隻とエンタープライズを計画することとなった。ヨークタウン級はレンジャーと同じく一層の開放式格納庫を持ち、エレベーターは全部、中部、後部の3カ所に配置された。 格納庫の開放部から直接横方向に出されるカタパルトが装備されていたが、非実用的であり、後に撤去された。機関はシフト配置になっておらず、前側に3列に配置されたボイラー室があり、後部に4機のタービン室が2列に置かれた。1937年にヨークタウンは試験で更新速力17.5ノットを記録している。歴史ントン級 レンジャーとヨークタウン級の空母5隻は合計13万4千トンに上り、これに加えて2万トンのワスプによって、米海軍の制限トン数はいっぱいとなった。1937年に条約制限が破棄されると海軍は空母の建造を再開し、ヨークタウン級の経験から改良型の SX 級が設計、建造されることとなる。しかし、それまでのつなぎとして、 同級三番艦のホーネットを建造した。ホーネットの収益が開戦直前だったため、また、ヨークタウンの戦没が早かったために、このヨークタウン級空母3隻が同一の海域にいたのは1942年の5月27、28日及び6月に3日のわずか4日間だった。エンタープライズを除き同級の2隻は1942年末までに失われた。 ヨークタウンは、同年6月のミッドウェイ海戦で、日本海軍潜水艦、以後第168潜水艦に、魚雷攻撃され沈没し、ホーネットは、同年10月の南太平洋海戦で大破、航行不能となって漂流中に、日本艦隊の攻撃を受けて撃沈される。エンタープライズは、同年8月の第2次ソロモン海戦で爆撃を受けて、中破。 さらに2ヶ月後の南太平洋海戦でまたもや、中破した。応急修理を受けて、同年11月の第三次ソロモン海戦に参加した。1942年12月、ヌメアに修理を終え、紹介活動を開始した。1943年1月のレンネル、島沖海戦に参加。同年5月に、新珠湾に寄港し、同年7月に本国に開港して、 本格的な修理と改装を受けて1943年11月に復帰した。以後、様々な作戦に参加したエンタープライズは1945年5月14日、日本軍機による特攻で被害を受け、修理のために戦線から離脱した。本国の海軍交渉に到着し、修理とオーバーホール中に終戦を迎える。終戦後、損傷を回復したエンタープライズは、 マジックカーペット作戦に従事し、ヨーロッパから1万名以上の福音兵を輸送した。エンタープライズは対戦において最も回収が行われた航空母艦となった。ありがとうございます。